じゃあ12レース決勝優勝しました井上選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。地元記念以来の記念3回目の優勝ということですけども、はい、その素直にまず感想はどうでしょうか。まあ、すごいメンバーの中で優勝できて嬉しいです。まあ、今日は短期の競争になりましたけども、まあ、最終9番手からなりましたけども、はい、どういうふうに考えられてたでしょうか。いやまあ流れ見てだったんですけど、すごいスピードがすごかったんで、まあ、道中はあんまり仕掛けれなかったなっていう感じでした。まあ、途中、まあ、前の方の動きもあったり、まあ、縦長になったりもしましたけども、はい、あのあたり道中はどういうふうに見てましたか。まあ、とにかく足を使わないように意識しながら回ってました。で最終バックでも9番手で、まあ、4角のところでも、まあ、横並びで9番手でしたけども、まあ、あのあたりバックの9番手っていうのはどういうふうな心境でしたか。まあ、やばいなっていう感じはあったんですけど、新澤さんが仕掛けていったのにしっかりついていきながら足を溜めて最後の下りでどうかなっていう感じでした。その直線はどうでしたか、その感触は。まあ、思いのほか伸びてたんで、優勝まであるかどうかはちょっと分からなかったんですけど、まあ、映像見たらしっかり抜いてたんで良かったです。まあ、この優勝を弾みにこの後和歌山と競輪祭、今年の戦い続きますけども、この後の目標とは。まあ、G1 今年は決勝乗れてないんで、まあ、そこ目指して頑張っていきたいなと思います。わかりました。では最後にファンの方へメッセージをお願いします。4日間声援ありがとうございました。次の競輪祭が最後の G1 になるんですけど、そこでしっかり結果出せるように頑張ります。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。